初回先行の小川はワンアウトから2番斉藤。セカンドへの内野安打で出塁。続く3番井出、きっちりと送りバント成功。これで先制のチャンス。打席には4番宮下。打球は雨でぬかるんだグラウンドが味方をしてレフトへ。二塁ランナーがホームイン。小川がいきなり1点を先制。試合はこのまま5回へ。西はワンアウトから9番岡庭。打球はライト線へ。ツーベースヒットで同点のチャンス。ここで打順は1番太田。しかし空振り三振。キャッチャーが一塁へ送球。これを見た二塁ランナーがサードを狙う。送球はファーストからサード、再びファーストへ。この間にランナーの岡庭が一気にホームへ生還。西ついに同点に追いつきます。試合はこのまま8回へ。雨がぬかるんだグラウンド。西この回先頭は2番キャプテンの藤沢。フォアボールを選び出塁。反撃なるか。続くは3番上西。ここはレフトフライでワンアウト。ランナー動けず。バッターは途中出場の室。この打球はライト前にポトリ。一塁ランナーの藤沢は三塁へ。ワンアウト一塁三塁。小川はマウンドで先発の高畑を励ます。ここで5番平綿。フォアボールを選んで満塁。西最大のチャンス。高畑は絶体絶命のピンチ。打席には6番途中出場の伊藤。ここでバッテリーエラー。三塁ランナーの藤沢が勝ち越しのホームイン。これで2対1と西がこの試合初めてリードを奪う。なおもランナー2人残して伊藤がセンターへタイムリーヒット。西がさらに1点を追加。ワンアウト一塁三塁から7番金森の打球はショートへ。ダブルプレーとはならず。この間に三塁ランナーがホームインで4対1。リードした西は9回2番手並木へスイッチ。3点を追う小川は8番途中出場の吉永。打球はサードへ。これでワンアウト。続く打席には代打森谷。ライトフライでツーアウト。打順は1番に戻って長島。しぶとくレフトへ運ぶヒット。まだまだ諦めない小川、意地を見せる。ランナー1塁となって2番斉藤。ここで西がバッテリーミス。ランナーは2塁へ進塁。小川このチャンスをつなげるのか。打球はセンターへ。最後は平綿が掴んでゲームセット。西が2回戦進出です。